ューサーです。さあ行きましょうか。 FS7 人気ランキングでもねほぼ確実に上位に来るというか、まあほとんど1位のランキングしか見たことないんですけど、それぐらい人気があるこの作品でございます。はい、私のオリジナル版なんですけど、今回はスイッチを使って、プレイしていこうと思います。超楽しみ。はい、一応すごいガキの頃プレイした記憶はあるんですけど、まあ、話は、まあ、ほぼ 99.9% 忘れてます。はい、ただキャラクターとかはアプリとかのせいでちょっと知ってて、名前とかは知ってます。ただそれがどういう風に動いていくとかは全然知らないです。ただストーリーが超面白かったって記憶があるから、なんかその記憶だけがすごく残っていて、でやりたかった一つです。はい、でまた、いつもの通りですね、基本的にはまあダラダラと自分流にプレイしていこうと思いますので、皆さんご理解くださいませ。よろしくお願いします。皆さんに見守ってもらいながらですね、はい、動画見てもらいながらプレイできることを非常に幸せに感じております。絶対面白いもんね、絶対面白いもん、もう分かってますもん、もう今から分かってんねんから、絶対おもろいの分かってんねんからね。はい、だからもうほんと楽しませてもらおうと思うので、僕楽しんでる姿をね楽しんでいただければ一番です。かっけえなーロゴも。じゃあ行こうか。ニューゲームでいいのかな。はい、じゃあスイッチバージョン。なんかね、スイッチのエンカウントなし機能とかそういうのあるみたいなんですけど、まあ一応今回はそういうのは使うつもりはないので、もう普通にプレイします。はい。宇宙？星？先だって流れ星みたいな、隕石みたいなメインビジュアルでしたもんね。宇宙とか関係してんのか。F7 はスーファミが6ラストで、そこからプレステになった1作目なんですよね。だから大きくグラフィックとか変わってますんで、なんかちょっと新テーマパーク思い出すわ、このポリゴンね。当時はきっとねビビったと思いますよ、このグラフィック。今でこそねちょっと古い感じしますけど、これがプレステやんね。うわ、でもすごいわ、かっけえ。何この場所、未来のスチームパンク的な世界観なんかな。おいきなり曲がクソかっこええな。おい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 、ええ行くぞ新入り、俺に続け。もう動ける、もう動ける、おっそ、あ、こうか。敵かな。へいへいへい、元ソルジャー、いいね。剣でかすぎるやろ、折れるでしょ、スカのところからボキッと。まあまあ切るというよりどついてる感じですね。
わあ、軽々回せるんや。すげえ強いやん。これ多分でもね、あの映像はね、移植でかなり綺麗になってるんじゃないかなと思うので、ちょっと嬉しい。ホースも手に入れた。多分ね、本当のプレステバージョンだと、ガチでこの映像、ぼやぼやになっちゃうと思うので、これぐらいじゃないと多分、うまくね、あの、再現しつつ綺麗になってるんじゃないかなと思うんですよね。まあまあ、わからないんですけど。ビックス、さすがソルジャー。でもよ、反神羅グループ、アバランチにソルジャーが参加するなんてすげえよな。俺たちは、反神羅グループ、アバランチなんやな。ほんほん。その話って本当だったの？ソルジャーって言ったら私たちの敵でしょ？ほうほう、ジェシー。ジェシーおじさん。どうしてそのソルジャーが私たちアバランチに協力するわけ？早とちりするな、ジェシー。元ソルジャーなんだってさ。今はもう神羅を辞めちまって俺たちの仲間ってわけさ。裏切ってんねや。元神羅なんやね、ソルジャーっていうのは。まだ名前聞いてなかったよな、教えてくれ。クラウドさんなんで、まあ、クラウドさんで行きましょうか。曇りのクラウドさんね。クラウドだ。喋った。クラウドか、俺は。あんたたちの名前なんて興味ないね。どうせこの仕事が終わったらお別れだ。雇われみたいな、傭兵みたいな感じなんや。何やってんだお前たち。固まって行動するなって言ってんだろ。ターゲットは一番マコーロ。マコーロ前のブリッジに集合だぞ。世界観がすごくかっこいい。ファンタジー感がすごい高い。最初から。元ソルジャー。信用できねえな。まあまあまあ、組織を裏切っとるわけやから。うわ、バレットこれ。バレットの顔これ。だるま落としの一番上の人やん。だるま落としの一番上の人。まあでも、そのまんまで行こう。キャンセルボタンを押しながら方向ボタンを押せば早く走ることができる。遅れずについてこい。オッケー。いや、マップが見にくいね。あ、あれが一番マコーロか。こういうのかっこいいよな。この西洋的な要素とさ、この漢字を組み合わせる感じね。すっげー好きやんけ。あー、雑魚は出んのか。ずるいですよ。はい。まあでもやっぱもさすが元ソルジャー、全然相手にならんな。強いですね。バリアーっていうゲージとリミットっていうゲージがあるな。タタタタタタみたいなのは今まだならないんですかね。オッケー。メニューとかはどうやって開くんやろ。これか。セリフとか早くしておきますか。バトルの時間の進み方もおすすめでいいか。バトルスピードじゃ早めにしておこうか。バトルメッセージ早めにしておこうか。フィールドメッセージ早い。カメラアングルオート。魔法の並び方、まあとりあえずこれでいいか。よし、いくべ。すげえ見にくい。わあ、この見下ろし感じ。お前は何してんの？お前は何をしてんの？後ろおるよ、志村。敵が来とる。クリオネおるわ。後ろにクリオネおる。全体攻撃はクラウドにはちょっとできないんですかね。敵発見。え？よいしょ。これは何？オウム的な機械文明なんかな。結構その割には刀のソルジャーもおるっていうね。俺は脱出口を確保しておくっす。しかしこの大きな魔コールを爆破するなんて見物っすね。爆破しようとしてんのか。テロリストやね、こっちはね。だから、まあ、レジスタンスというか反抗軍なんですね、アバランチ。おい、お前マコーロは初めてじゃないんだろう。いや、初めてっすよ。まあな、ソルジャー神羅カンパニーの人間だったからな。え、かっこいいこの曲。やばい。この星は魔法エネルギーに満ちている。
住民はその魔鋼エネルギーを使って日々生活している。でも誰も魔鋼の本質を知らねえんだ。お前知ってるか？そうなんや、謎のエネルギーなんや。魔鋼はこの星を流れる血だ。それをシンラって会社はガンガン吸い出していがる。このヘンチクリンなスクラップでな。なるほどね、星自体の生命エネルギーみたいなのを使ってこの文明が出来上がったんや。脳ガキはいい、先を急ぐ。よし、ここからは俺と一緒に行動してもらうぜ。やった、仲間になった。バレッジ強そう、こいつ。コード解除、なんでそんなことができるんや。いや、曲かっこいいな、おい。なんで行かへんの、行かへんの。ここの暗号を入手するために何人の仲間が犠牲になったことか。そうか、なるほどね。さあ、そこのボタンを押して。これエレベーターやな、スイッチオン。浜崎あゆみみたいなマークついてたよ。何階まで行くの。7。魔鋼炉のせいでこの星の命は毎日削られていく。そしていつの日かゼロだ。悪いけど興味がないな。全然冷めとんな、こいつは。冷めとるね。星が死んじまうんだぞ。クラウドさんよ、俺が考えてるのはさっさと仕事を終わらせたいってことだけだ。警備兵やガードロボットが来ないうちにな。怒っとる、クールガイやな。まあムカつくけどね、一応仕事やからね。仕事さえちゃんとやってくれりゃそりゃいいさ、バレットさん的には。ただ警備兵やガードロボットが来たらヤバいっていうのは元ソルジャーのやつも理解してるってことや。おおおお、すげえ曲や、初めて戦闘曲いいねかっけえ。キャン、バレットは、バレットはあれ直接手についてるんですよね。手を改造してるやん。ここからヒントを得たのかな。ねえ富樫先生、ハンターハンターにあんなんいたわ。ここからヒントを得た説ですね。どうした、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 バグ、いきなり。嘘でしょ、全然動かないっす。さあ、いけるいける。さあ、行きましょう。かっこいい、ここ曲くっそかっこいいな。あららら、バレットはなんか技あるんすかね。戦うしか脳がない。クラウドが魔法一応あるなぁ。オッセーだ。はい、おぉ、クラウド魔法、あ、こんなん使えねえ。さすが元ソルジャー、強い、めっちゃ強い。ガチで効いた。どっち行きました？どこ？ここ？ここか。わかりにくいな。背景がなんか A みたいな感じなんですよね。はしごの前では A を押して、そうすればはしごに捕まるわ。あとは方向ボタン上下で上り下りする。はい、うわ、なんでそんな危ない、危ないな。あ、はい、わかりましたよ、わかりましたよ。いやだからもうちょっとゆっくり降りーな。危ない危ない危ない。どっちですか、こういうことですかね。
セーブポイントっぽいな。違うかな。うわ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 、強そう強そう強そう、うわ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 、ダブルマシンガン。そうでもねえな、怖っ。いいデザインですね。スモークショット、これはちょっと暗闇とかになるかな。いいメカデザインだ。バレットリミットブレイクヘビーショット。あー、リミットっていうのは溜まったのか。おー、あー、なるほど、強い技が出ると。はいはいはい、リミットが溜まったら強い技が出ると。絶対使わなあかんのかな。選べたんかな。説明がノー説明なんでね。よっち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 、よし、じゃあここで一旦セーブしましょうか。あれ、セーブ、はい、よし、一番マコーロセーブ OK。 これこっちもいけんのか、いけてしまう、どっちやねん。うわ、ちょっと待って、あっち部屋入りたかった。ちょっと待って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 、なんかある、なんか落ちてる、なんか落ちてる。ちょ、これは入れへんのかい、出てきてんのかい。うわ、バックアタック全然気づいてない。わわ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 、全然気づいてない。あー、そうか、今これ高烈扱いになってんのかな。クラウドはチェンジね、高烈扱いになってんすね。はい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 、FM のいつもの概念ですね、列の概念。バレットは遠距離武器やから別に威力が変わらんかったんか。なるなるなる、 Go 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 go。 これなの、回復のマテリアを手に入れた。マテリア、え、どれ、装備とかすんのかな。マテリア穴、これか。説明がねえな。ブブーブブー、まあ後でわかるか。ここをぶっ壊してしまえばただのガラクタだぜ。クラウドさんよ、この爆弾をセットしてくれ。あんたがやった方がいいんじゃないのか。俺は見張らせてもらう。お前さんがおかしな真似をしないようにな。まだ疑ってんのか。好きにしてくれ。え、何、目を覚ませ、ここはただの発電所じゃない。どうした、え、なんか変な声聞こえた。どうした、クラウドさんよ、早くしてくれ。あ、すまない。何、勝ったんじゃない、本格的にやってくるぜ。来た、かっこいい。うわ、でかいでかい、これ。サンダーでいいのかな。サーチスコープ、メカデザインがかっこいいですね。何をしとん、目標ロックオン。なんかロックオンされたよ、バレット。助けてよ、バレット、ロックオンされとんねん、こっち。銃撃、おっせ、ブル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 してるだけで遅い。ブル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 、すげえ。サーチスコープ、なるほど、サーチしてからいちいち銃撃っていうことね。弱い、オッケーオッケー、ポーションもいっぱいあるからまあ大丈夫でしょ。聞いてる聞いてる、尻尾プル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 、あの尻尾扱
使ってくるんやろな、多分。しっぽプル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 。何してくんの？しっぽが怒った！バレット気をつけろ。しっぽを上げている間に、なんて攻撃するとレーザーで反撃してくる。お前がやっとらないか。自分で言うて、自分でお前。自分でお前。それはないですわ。あんたが言うたからこっち待っとんのにやね。オッケーオッケーオッケー。ここは待てばいいんですよ、待てばいいんですよ。リミットリミット、下がった下がった。ブレイバー、おー、聞いた聞いた。どうぞどうぞ。バレットのリミットももうすぐ溜まりそうやな。リミットはダメージ食らうとスコーピオンテール。え？ツンツクツンツク。サンダー行きましょう。サンダーがすげえ強いから。そろそろ多分危ない、そろそろ危ない。よっしゃー、まあ、完勝ですね。アサルトガン、これはバレット装備でいいのかな。さあ脱出だ。ちょっと待って、装備装備装備。爆発10分前。嘘嘘嘘、ちょっと待って待って。装備したい装備したいやな。アサルトガン、うーわ、待ってくれてへんやつや、待ってくれてへんやつ。一旦見て、一旦セーブして。何よりもバグが怖い。あ、この脱出口まで行くんやな多分ね。雑魚も出てくんのかな。雑魚出てこなかったら10分なんて余裕の余裕、余裕のよっちゃうんですけどね。行くぞ、おい。何もたもたしてんねんお前は。何してんねん。大丈夫か。うかつ、足が挟まって。マジかよ。サンキュー、行こう行こう行こう。めちゃくちゃ元気やんけ。足挟まってたんちゃうんかよ。さと行くのやめてほしいですね。助けてあげたのに。爆発しちまう。じゃあ来いや。あー、カウントダウンは終わらない。アサルトガンの力を見せろ。あ、見た目変わってる、すげえ。ちょっとかっこよくなってる。いいね、見た目がっつり変わってますね。いいやん。どんどんかっこよくなっていくんでしょうね。伝説の武器みたいなやつ手に入れるのやろな、そのうち。よっしゃ、右手に収まらんぐらいのやつ来るんじゃん。こんな非常事態でもエレベーターは動く。あそこのね、時間のあのグラフィックもいいですね。なんともなんかアナログなハイテクみたいな感じで、すげえいいわ。レトロハイテクですね、あのデジタル表示。いいね。引っかかった。階段のヘリ引っかかった。時間のとこ見てたらもう。よし、こいつかっこいいんですよ。火器厳禁みたいなこと書いてあるんですよ。
手のところに。だからあのこの世界ではあの手にロックバスターみたいなのをつけるっていうのは比較的一般的なんやわ、バレット式は。さあ爆発するぞ。おいおい、お前足ぐねってたんやろ。いこ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 、危ない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 。ちょっとあと7分ぐらいあったけど、時間間違うてるやん。星の命ちょっとは伸びたかな。そうっすね、できた。下がって。何が何が。お出方これ。あつつつつあつつつつ。さあ引き上げるぞ。ランデブー地点は8番街ステーション。各自単独行動、列車に乗り込むんだ。オッケー。おい、金の話なら無事にアジトに帰ってからだ。一人で帰らなあかんの。8号8番。うわ結構都会やね。ラブレス開幕。あ、さっきの女の子、これ出会うんやね。何があったの。逃げた方がいい。そうなの。なんだかわからないけどそうするわね。おいおい、一緒に行こう。あれ、みんなバタバタしてます。道がわからんからやね。駅行けばいいのか。一体何が起こったっていうのよ。信頼騙されるな。魔法エネルギーは永遠ではない。魔法は星の命、いつか終わりがやってくる。星の救世主アバランチ。ほうほうほう。おい、そこの男、神羅兵か。やってやる。すげえ、選択肢バンバン出てくんな。なんなんだてめえは。大暴れやで、マジで。こんなもんスタイルが違うね。スタイルがめちゃくちゃスタイルいいから、こっちは。何事だ。あ、やばいやばい、どんどん来た、どんどん来た。やってやる。いっぱい来た、いっぱい来た、いっぱい来たけど全部まとめてやってやる。来い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 、かかってこい、かかってこい。かかってこい、かかってこい。リミットもたまりそうや。5人やったんですけど、なぜか3人に。あーあー、やってやる。いつやりますけど、囲まれてるよ。トンファー的なもの。何してんねん。何なんだてめえは。俺が今バックアタック状態になってると思われるから、全体とか言うの。全体は全体、全体ターゲット。あれ、全体ってどうやるの。そしてリミット以外の攻撃はできひんのかな。絶対リミットは出さなあかんのかな。リミット以外は出やれへんっぽいな。リミット温存したいですけどね。
まあまあ操作のチュートリアルはそのうち来るとは思いますけど、うわぁ、完全囲まれた。どうする？どうする？ここまでだな。残念だが、お前らの相手をしてるほど暇じゃないんでな。たわごとをよし捉える。うまい！うまい！なるほど。ナイス。あそこでもう、トンネルのヘリに当たってクーンなるかもしれんから。ドヤ顔からのトンネルのヘリでクーンの可能性あるから。クラウドさん来なかったっすね。クラウドやられちまったのかな。あいつがやられるわけねえよ。あの野郎が金もらわねえでいなくなるわけねえだろ。クラウド。いるいる。上にいんねん。なあ、クラウドってさ、最後まで俺たちアバランチのために戦ってくれんのか。さあな、知らねえよ。お前らがもう少し頼りになりゃよ。あんな野郎雇わねえ でもいいんだがな。なるほどね。あ、バレットさん、俺たちの給料。いや、なんでもないっす。こっちはこっちで辛いねんね。何の音や？開いた。おお、隙間薄っ、薄いとこから入ってきた。クラウドさん、約束の時間に遅れたようだ。かっこいい。おい、遅刻野郎、ずいぶん派手なお出ましじゃねえか。そうでもない、普通だ。生きっとんな。心配させやがって勝手な野郎だ。生きりですね、クラウドは。心配してくれたのが中二病みたいな感じですね。何？遅刻の分は報酬から引くからな。ひどくない？おいおめえら、場所変えるぞ、ついてこい。あ、クラウドさん、お疲れっす。でいちいち飛ぶんやろ、ここ。次の作戦も頑張ろうな。危ないから閉めとくね、うん、やだクラウド、顔真っ黒。はい、出来上がり。え、優しいジェシー、ね、マコードで助けてくれてありがとう。もうジェシー惚れとんな。もう惚れとるね、ジェシーは。まあクラウド童貞ですけどね。わかります、もうこの時点でわかります。よし、行こう。ああ、もう普通に電車なんや。ミッドガル8番街ステーション発最終列車、終点スラム7番街列車墓場駅。到着予定時刻はミッドガル時0時23分。普通にお客さんいるんやね。え、逃げた。バレットの見た目はもうヤーさんなんやな。チンピラみたいな。俺だから終電は参るよ、はあ、すごい野蛮な集団と思われてんのかな。僕はオレンジだから、まあゆっくりしてけ。変な気分。あのミッドガル名物のプレートピザ、子供じゃねえんだ、じっとしてろよ。いや、頼みますよ。多分お客さんの迷惑になりますから。ごめんごめんごめん。アバランチで名を上げていつか俺だってす。まだ列車の非常警備体制には移行してみたいないみたいだな。明日はそうはいかないだろうけどな。なるほど。一緒に見ない？何を？ミッドガル列車路線図ディスプレイ、二人で見ればきっと楽しいと思うの。私説明してあげるね。ありがとう。私こういうの好きなのよ。爆弾とかモニターカメラとかハイテク関係。うん、さあ始めるわよ。これがマコート市ミッドガル。ほうほう。スケールはだいたい1万分の1。上のプレートは地上から約 50m 離れてる。ほう、地上から浮いてるってことか。塔みたいな形になってるってことか。プレートを支えてるのは中心の大きな支柱と各区画に建てられた柱。柱は機械塔とも呼ばれてる。爆破した1番マコールは北の外れにある。そこから順番に2、3、8番マコールまで8つのマコールがミッドガルの電力供給を支えている、うん、それぞれの町の名前もあったんだけど、ミッドガルに住む人は誰も覚えちゃいないわ。名前なんかより番号で呼ぶの。そういうところなのよ、ここは、うん、次は、
私たちが今乗ってる列車のルートがこれよ。わからん。真ん中突き、わからん。プレートを支えている大きな柱に螺旋状にレールが通っている。今柱のちょうど真ん中あたり、はい、各通過ポイントに ID 検知エリアが設置されている。乗客すべての身分や何から全部新ラビルのホストコンピューターと連動してチェックされちゃう。ほうほうほう。そうそう、私たちはどう見たって不審人物だから偽の ID で通過してる。ああ、そんなことももうまかり通ってるんよね。あの乗客たちはよく分かってるってことや、そのことを。なやこいつらをと噂をすればね。この光が ID 検知エリア通過のサインなの。暗くなるから時間が多いのよ、 ID 検知エリアは。でもまあ ID 今偽装してるから大丈夫だよね。大丈夫ってことや。ああ、無事通過したってことか。見ろよ、地上が見えてきたぜ。昼も夜もね、俺たちの街がよ。ミッドガルのプレートさえなけりゃな、でっけえ空が拝めんのにな。なるほど、下は貧民街なのか。要は空中に浮かぶとしか落ち着かない風景だな。なるほどね。ああ、あんたがそんな風に感じるとはな、意外だぜ。神羅の人間がってことですね。上の世界、プレート都市、あの腐ったピザのせいで下の人間がどんなに苦しんでることか。なるほど、さっきのピザとかかってんのか。ははははは。下の世界は今じゃ汚された空気の溜まり場だ。おまけにマコールはどんどんエネルギーを組み上げちまう。おかげで土地は枯れる一方だ。空気をきれいにする力もなくしまった。なるほど、どうしてみんな上へ移らないんだろう。金がないのさ。さあな、金がないからだろう。いや、それともどんなに汚れていても地べたが好きなのかもな。分かってるさ、好きでスラムに住んでるやつなどいない。みんなこの列車と同じ、敷かれたレールには逆らえないんだ。なるほど、辛いな。すごい世界観。ほんまや、下行ったらもう全然真っ暗やんか。地下みたいな感じになってしまってる。ジャンプで移動すんねんな、こいつら。絶対ジャンプで移動するんですよね。もうみんな集まれ。ん？集まれ。はい。はい。僕もですね。今回の作戦は成功だ。だがな、気を抜くなよ。本番はこれからだ。あんな爆発でビビるな。次はもっと派手にかますぞ。まあでもさ、柱をへし折るようなことやったら下もただじゃ済まへんけどね。この感じだと。アジトに集合。今夜は返さないよ。え？こんなところで口説いてる。アジトはこっちなの？で、なになになに？なに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 ？出て行けみたいなこと？乱暴やな、おい！嘘やろ？めちゃくちゃ乱暴やな。爆発、爆発、すげえ、アバランチかっこいい。ねえねえ、知ってる？興味ないね。あ、そう。よし、先に入ってろ。なんなの？まったくよ、今夜はどうなってんだかよ。よ、クラウド、ちょろちょろすんじゃねえ。さっきまで随分長く停電してたから妙だと思ってたらよ、上でマコール爆破テロが起きたって言うじゃねえか。酒かっくらいながらニュースを見てるよ。突然店を追い出される。たまんねえよな。バレットも結構な無法者やんか。追い出したってことでしょ、ここで暴れて。父ちゃん、え、娘。ほらマリン、クラウドにお帰りなさいわ。お帰りなさい、クラウド。作戦はうまくいったみたいね。どういう関係？バレットとは喧嘩しなかった？我慢した。
クラウドも大人になったので、子供の頃はすぐ喧嘩だったのに。え、昔からの知り合いなんや。幼なじみみたいなことなんや。ただのなんか今だけの関係かと思ってたら、そういうわけでもないのか。クラウドだけがシンラに言ってたってことなのか。だからちょっとバレットはイラッとしてる感じなのかな。クラウドごめんね、マリン照れちゃってるみたい。ティファはティファの娘なんかな。これやれへんかな。あーはー、仕事の後の一杯は答えらんねえな。クラウドさんもう一つどうですか。いらないな。俺様の酒が元ソルジャーだからってお高く止まってんじゃねえぞ。さあ、住む世界が違うねお前らとは。ティファちゃんの料理って美味しいっすね、パクパク。でも聞いてくれます？何を。ティファちゃんっていつも俺に料理の味見させるっすよ。おかげでほら俺こんな丸っこくなっちゃって、嬉しいやら悲しいやら美味しい料理とお酒が評判でお店繁盛してるんですけどね。お前ら追い出したら客来んやろうが。やめたれ、いかつ。なんだかドキドキしてる。ほら好きになってるやん、うかつやなお前は。ちょっとクラウドのこと好きになってますね、あの感じ。これ以上は何もないのかな。ハニーだハニーだハニーだ。父ちゃんおかえり。あ、こいつが親父か。バレットご苦労様。おう、おめえらさ会議を始めんぞ。バレットとティファが夫婦ってことか。うわすげえすげえ。クラウド置いてけぼり。クラウド置いてけぼり。どうぞ座って。ねえ、きついのくれないか。なんでかわからんけど、なんでかわかりませんけど、きついのくれないか。渡し方これ。滑らしたやろ。なんだかほっとしちゃった。クラウドが無事戻ってきて。急にどうした？あの程度の仕事なんでもないさ。そうね、クラウドソルジャーになったんだもんね。今回の報酬なんだけど、バレットからもらってね。そうするよ、報酬をもらえばまたお別れだな。気分はどう？普通さ、どうしてそんなことを聞く。なんでもないな、ただ疲れてないのかなって。まあ疲れてはないっすけど、報酬さえもらえばね。何この音。もうトレーニングやん。すげえ。おいクラウドさんよ、聞きたいことがあるんだ。今日俺たちが戦った相手にソルジャーはいたのか。いやソルジャーはおらんやろ多分。そんな弱いもんだってみんな。いやいなかった、それは確実だ。ずいぶんと自信たっぷりじゃねえか。もしソルジャーと戦っていたらあんたたちが生きてるはずないからな。自分が元ソルジャーだからって偉そうに言うんじゃねえよ。確かに生きり野郎が。確かにお前は強い。おそらくソルジャーってのはみんな強いんだろうさ。でもな、お前は反乱組織アバランチに雇われてる身だ。シンラの肩を持つんじゃねえ、まあ、肩を持ったわけじゃないけどね。シンラの肩を持つ。俺はあんたの質問に答えただけだ。喧嘩や。俺は上で待っている、報酬の話がしたい。どっちももうどっちも、まあ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 。父ちゃんかっこいい。待ってクラウド、ティファそんなやつほっておけ。どうやらシンラに未練たらたららしいからな。まあな、自分の元いた組織のところちょっと息っていうのほどダサいことはないよね。確かに俺はシンラにもソルジャーにも未練はない。なんでやめたんやのソルジャー。シンラ出世やんね、この立場からしたらかなり。でも勘違いするな、星の命にもお前たちアバランチの活動にも興味はない。ボトルボトルボトル、めっちゃ切れてるめっちゃ切れてるめっちゃ切れてるわ。勝ちったら負けるぞマジで。バレットで上で待ってたらいいのかな。クラウドお願い、力を貸して。
ティファ悪いけどさ、腰が病んでるの。このままじゃ死んじゃう。誰かが何とかしなくちゃならないの。なるほどね。これがまあこのゲームの命題の一つか。バレットたちが何とかするんだろ。俺には関係ないさ。もう冷めてんねんなこれ。ああ本当に行っちゃうんだ。可愛い幼馴染の頼みも聞かずに行っちゃうんだ。やっぱりみんな幼馴染なんよね。よく言うぜ。約束も忘れちゃったんだ。何？お嫁さんの約束か？やっぱり忘れてる。思い出してクラウド、あれは7年前よ。まだソルジャーになる前ってことかな。もうあのクラウドの目がギンギンなんすよね。ほら、村の給水塔覚えてる？目がギンギンすぎるで。ああ、あの時か。ティファなかなか来なくてちょっと寒かったな。上着を着ろ、お前はノースリーブやからやろ。フリースを羽織れ、お前は。あ、当時の7年前ね。お待たせ。うわ、デートや。完全にデートや。スカイブルーすぎる。こう座るんすね。なに、話があるって。うわ、クラウドからの呼び出しですわ。俺、春になったら村を出てミッドガル行くよ。男の子たちってみんな村を出てっちゃうね。ありそうですね、これね。俺はみんなとは違う。ただ仕事を探すだけじゃない。あ、前世紀の志村と一緒の髪型ですね。俺、ソルジャーになりたいんだ。ノーリアクション。セフィロスみたいな最高のソルジャーに。セフィロス。英雄セフィロスか。ほう。ほう。ぐるっと回った。上上がった。セフィロスを目指すんや。この時点、そのセフィロスは、英雄と呼ばれてんねや。ソルジャーの。ソルジャーになるのって難しいんでしょ。しばらくの間、村には戻れないな、きっと。大活躍したら新聞にも載るかな。頑張るよ。ねえ、約束しない？二人ともちょっと好きなんかな、やっぱ。あのね、クラウドが有名になってその時私が困ってたら、クラウド私を助けに来てね。なるほど。はぁ？この頃から結構クールなんですね、クラウドは。私がピンチの時にヒーローが現れて助けてくれるの。一度くらい経験したいじゃない？はぁ。いいじゃないのよ、約束しなさい。ちょっと強いお姉さんみたいな感じだね、なんか。幼馴染やけど。わかった、約束するよ。あ、ここで約束したんや。ピンチの時には駆けつけると。そして助けると。星に約束したわけですね。そんなこともあったね。うん。俺は英雄でも有名でもない。約束は守れない。でも子供の頃の夢を実現したでしょ。ちゃんとソルジャーになったんだもの。だからね、今度こそ約束を。え？上がってきた。おい、ちょっと待て、ソルジャーさんよ。約束は約束だからな。ほら、金だ。投げた。コイーン！バレットのへそくり1500ギル。ありがとうございます。結構もらったな。こんなしけた報酬冗談じゃないな。え？それじゃあ、次のミッションあるのか。売却の3000で受けてやってもいい。なんだと。いいからいいから。そうそう、人手に困ってるってのが本音でしょ。残りのへそくりはマリンの学費だぞ。2000だ。すげえ高いねんな、クラウドやとうの。